は、まあ、個人でやりたいことというか、一人一人の機能というか技術を向上のみと、差し金する差し、あとのこと、余裕です。のこびきですかね。ちょっと気抜くとすぐ斜めになったり、横向いちゃったり。座学はまだまだ、まあ、ちょっと学校でやってたんで、復習みたいな感じでやってますけど、昨日はやっぱり周りもそういう風に目指してきた人たちばっかりなので、なんていうんですかね、切磋琢磨というか、お互いに意識しながらできるいい環境だなって思ってます。将来は伊勢神宮の式年遷宮に携わる。神宮、次式年する。次は自分が30いくつになる時です。ちょうどいいこと。そうですね。まあ今の大工はやっぱりインパクト一つで、なんていうんですかね、大きい積み木を立てるみたいな感じなんで、やっぱり自分の手でやる魂のこもる仕事というか、そういうところですかね。金に一つ一つに感謝しながらやっていく、そういう心も磨かれるというか、歴史をつなぐ大きな役目を持ってるのが宮大工の仕事かなって思います。